2023明治安田生命 J1 リーグ第5節名古屋グランパス対 FC 東京の一戦をお届けします。さあ両チームの選手がピッチ上に姿を現しました。バングーナガンデカシーフ A 代表初招集、代表を合流前のゲームということになります。名古屋はいつも通りの 3-4-3 を予想しています。ランゲラック選手含め後ろの3枚プラス2ボランチがしっかりと守りながら、前線の永井選手、キャスパー・ユンカー選手、マテウス選手がどれだけ攻撃にためを作れるのかというところが見どころですね。さあ一方 FC 東京ですが、やっぱり前線の、ね、タレント揃ってますから、やはりこういかにボールを握りながら前線を生かせるのかという、両サイド幅を取りながら長友選手、バングナガンゼ選手が両サイドからアタックできるのかというところは注目ですね。はい、ワンタッチで崩していく、長いからユンカー、米本が上がってきた、大外森下、ユンカー来るか、クロスボールかシュート、クロスボールあるいはシュートでした。巻いてくるボール、ユンカー枠の左、ここもねしっかりと運びながらワンタッチワンタッチ入りましたから、まあ、長い選手からのこの関係性、2人の関係性でビルドアップかいくぐってのこのユンカ選手の、まあ、ここ得意なコースですよね。さあユンカ、マテウスが来た、マテウス、マテウス、サイドネットでした。いや左サイドの崩し見事でしたね、まあ、ここ左をうまく藤井選手と泉選手で崩しながらスペースに出たユンカー選手に渡って、そこさらに、ね、裏に抜けたマテウ選手からの、まあ、逆に打ってれば面白かったのかなという感じがしますね。大外にエンリケ・トリザンですが、森重で来た、うん、枠を捉えることはできませんでした。いや面白い、クロスボール、バングナガンで折り返し、後ろから東が来ている、マテウス落ち着いた対応。さあ名古屋のカウンターです。ユンカー、ユンカー運んで上がってくる右サイド森下、その森下が来た、森下決定機でした。いや時間の使い方うまかったですね。今ユンカー選手のドリブルどこで出すのかと思いきや、この右の森下選手をずっと上がってくるのを待ってたんですよね。小泉も上がってきました。木本がキープして、長友、小泉、ディエゴ・オリベイラ、斜めアダユートが来た、アダユート、枠の右でした、アダユートのシュートです。ファーサイドに中谷がいます。中谷ニアに走り込んでくる、中谷のところシュートで行きました。最後は丸山のシュートです。ワンタッチあったんじゃないかというアピールですが、ディエゴ・オリベイラのところですが、丸山のチェック。さあユンカーです。ユンカー運んで引きつけてどうするか、縦に送り込んだ、マテウスが来た、マテウス切り返す、マテウスシュート、スオービクの正面。いやまたしてもね、このユンカー選手のためからのスルーパスですよね、はい、まあ、マテウス選手のランニングコース良かったですけども、最後よくね森重選手と長友選手がよく帰ってましたし、まあ、ここためをしっかり作りながら、まあ、マテウス選手が剥がして、ここ長友選手が、ね、戻ったっていうのは大きいですよね。はい、さあディエゴ・オリベイラ、アダユトンでしたが、
右サイドディエゴ・オリベイラ、グランダーでフィニッシュはアダ・ユートン。これ最後はアダ・ユートン選手のこの迫力のある2位の飛び込みですよね。はい、長友の対応です。ここで長いホイッスルです。両者譲らず0対0、勝ち点を分け合う第5節です。